はい、お久しぶりです。カンパグダディのダンディファミリーカー、今回ご紹介する車は2020年10月下旬に新発売となります電気自動車のホンダ E でございます。この車はっきり言って魅力満載でした。今回はエクステリア・インテリア編です。普段子育てに関連する情報を発信している私ですが、家族は愛しているけどミニバンにはどうしても乗りたくない、お父さんになってもかっこいいと思える車に乗ろうぜ、そんな全国の子育てダディたちのために納得のファミリーカーを開拓していくこのコーナー、今回はホンダのカーシェアリングサービスエブリーゴーにてレンタルいたしました。さあ、まずはエクステリアから。このホンダ E、 一度目にしたら忘れられないインパクト、可愛いの新しい形って感じですね。グレードはベーシックなものとアドバンスの2種類、今映っているのはアドバンスグレードとなります。2つのグレードの違いはホイールサイズとモーター出力、あとはデジタルインナーミラーなどなど。ボディサイズは全長が3895、全幅が1750、全高が1512mm となっています。プラットフォームはホンダ E のために作られた専用設計骨格、ホイールベースは2530となっており、設計自由度の高い電気自動車ならではの長いホイールベースとなっています。丸みのあるコロッとしたボディが印象的ですね。この試乗車のボディカラーはチャージイエロー、名前の通りエネルギッシュなビビッドカラー。ご覧の皆さんはホワイトカラーの印象が強いのではないでしょうかね。この色もとっても素敵ですよね。やっぱりホンダさんは凝った色よりもホワイトやイエローのような原色系が似合いますね。シンプルなテイスト表現が上手なんでしょうね。ボディカラーバリエーションは全部で7種類です。ツートンカラーのルーフはこのようにツルツルのピカピカです。個人的おすすめポイントはガラスパーツ周辺の作り込みですね。ウィンドウとピラー、ルーフモールといった部品の段差がほとんどありません。パッと見ガラスドームがポンと乗ってるみたいですよね。空力性能に影響するのは想像に難しくないですが、そもそも市販車でこのようなコンセプトカーのような作り込みを実現したのはすごいの一言につきますね。逆に言うと自ら今後発売する車のハードルをかなり上げてるようにも思いますが、まあホンダさんだったらきっとやってくれることでしょう。ホイールデザインはどうでしょうか。シンプルですね。が、清潔感と精密感を兼ね備えた違いのわかる人のためのデザインとなっています。タイヤはフロントがパイロットスポーツの205の 45ZR17 インチ、リアが225-45ZR の17インチです。なんとリアの方が太いんですね。日本車でこれはちょっとびっくりしました。電気自動車って燃費のためにも転がり抵抗の少ない小さくて細いタイヤを履くのがほとんどなんですけど、リアタイヤ駆動なのもあってか、かなりスポーツを意識したタイヤ選択となっているようですね。実にホンダさんらしいです。ちなみにベーシックグレードは16インチとなっています。サスペンション形式は前輪がマクファーソンストラット、後輪も同様にストラットの4輪独立形式です。サスペンションの一部の部品には単造アルミが使われています。マニアックな作り込み。車体底面は風の抵抗の少ないフラットな形状となっています。続いてフロントにフォーカス。デザインもう言うことあんまりないですね。シンプルに可愛いです。レトロフューチャーとも言うんでしょうか。丸めライトが主流だった昔の車をリメイクしたような雰囲気です。新しいフィットもそうですが、シンプルで愛着の持てるデザインコンセプトを踏襲しています。カクカクしたガンダムっぽいスバル、流麗でノーズの長いラインのマツダといったように、近年の各メーカー同士のテイストの差別化がうまくできていると思います。つるっとした横に伸びるブラックベルトが安定感も演出できていますね。で、印象的な丸めの LED フロントライト、よく見るとクリアパーツを使った複雑な多層構造となっています。これクロームパーツがないんですよね。その分派手さは演出できないのにこの存在感。いや、ライトメーカーさんね、大変だったと思いますよ。円形のリングがデイタイムポジションランプです。点灯パターンはご覧の通り。ついでに可愛いクラクションもお聞きください。中央にある黒いパネルは充電リッド、プッシュスイッチで開きます。200V と急速充電口があります。急速充電では30分で約 80% の充電が可能です。続いてリアです。フロントと同様のデザインで統一感があります。テールランプも丸めで可愛らしいですね。少しくぼんだブラックベルトの中にクリスタルのように埋め込まれています。リバースランプ横には車のマークがありますね。可愛いですね。センサーか何かなんでしょうか。ちょっと不明です。点灯パターンはこのようになっています。リアについては斜め後ろがおすすめビューですね。昔のホンダシティのようなハッチバックコンパクトが流行った時代を彷彿とさせるポテッとしたお尻がとってもキュートです。エンジンルームも見てみましょうと言いたいところですが、エンジンはありません。こちらの車は電気自動車、パワートレインはバッテリーとモーターで走行します。ボンネットの下にはバッテリーや DC-DC コンバーターが隠れています。逆に言えばそれしかないので結構スカスカな印象です。バッテリー容量が 35.5kWh。
結構容量は小さめですが、 JC08 走行で航続距離が 274km を達成していますが、実運用では多分 200km はちょっとぐらいだと思います。リアモーター駆動で最高出力が 113kW、 馬力で言うと154馬力、ベーシックグレードは136馬力となっています。地味にダンパー支持なんですね。意外です。はい、続いてインテリア、まずはラゲッジです。テールゲートは意外にも手動油圧タイプ、ここは電気じゃないんですね。ラゲッジ内部、コンパクトな車体とはいえかなり狭いです。容量は171リットル。ラゲッジアンダーには充電ケーブルなど、サブの収納スペースはほとんどありません。このさらに下には駆動モーターや制御ユニットが隠れています。両サイドの出っ張りの大きさから、サスペンションは結構ストローク長く取っていることが伺えますね。後席は分割ではなく一体可動式、これだけでなんか懐かしさを感じている人もいるんじゃないでしょうか。ラゲッジルームから簡単にシートは倒せます。フルフラットになるのも嬉しいところ。果たしてこの車で車中泊をする強者はいるんでしょうかね。はい、ここで子育て世帯のお父さん目線でもチェックを入れていきましょう。ダンディチェック。ベーシックなサイズの A 型ベビーカーを入れてみましたが、縦には入りませんでした。トノカバーを外して横に立てかければなんとか収納可能です。ベビーカーをトランクに入れっぱなしで大きい買い物というのは難しそうですね。またシートが分割稼働ではないので、後席に赤ちゃんを乗せている場合は拡張は不可能ですね。段差がないフラットなラゲージなので、おむつ替えなんかには対応できそうです。はい、続いて後席、ドアノブ特徴的ですね。辛い位置にすることに命をかけている意気込みを感じます。実用性は知ったこっちゃありません。しかもサッシュレスドア、低重心だとシャシーだけである程度剛性が出せるんですね。これも電気自動車の強みです。ドア内張りはファブリックとステッチで、高級感というよりはおしゃれに仕上げています。ハードプラが少ないのは質感高くていいですね。ドアノブも光沢のあるブラックとなっています。この直線的でシンプルな感じ、やっぱりレトロテイストですね。私は好きです。お若い方は知らないかもしれませんが、私が子供の頃、ここのくぼみはね、きっと灰皿だったと思います。前のシートもそうですが、ファブリックを用いたモダンリビングといったテイストです。ソファーみたいでおしゃれですね。では乗り込みます。後席の室内空間、あまり広くはありません。身長175センチの私でも、頭上には握り拳1個入らない、手のひら1、2枚ぐらいの余裕があります。先ほどソファーみたいでおしゃれと言いましたが、背もたれにサイドサポートがないので、後席の人の乗り心地はあまり良くないと思います。当然、アームレストもありませんので、ドリンクホルダーもありません。赤ちゃんに粉ミルクを作りたい時などは対応は難しそうです。膝前空間はご覧の通り、私のシートポジションで14センチくらいの空きがあります。足先空間はかなり狭いです。床下にバッテリーがあるとはいえ、ホンダさんにしては居住空間を犠牲にしている印象です。センターアームレストがないので、エアコン吹き出し口はありませんが、 USB 端子が2つ。なんでアームレストないんですかね。前方にははめ込み式のサンルーフがあります。開放感が素敵。はい、ここでも小さなダンディチェック。ダウンライトのような後席ルームランプには単独スイッチがあり、後席だけを照らすことが可能です。チャイルドシートの赤ちゃんをお世話したい時などには重宝しそうです。2つで十分なのに計4つにしたこだわり、私は好きですよ。リアドアには左右ともにチャイルドロックがあります。ウィンドウロックも運転席で制御が可能です。こちらは後席に乗った大人の目線と、チャイルドシートに座った子供の目線のリアビューです。前席の圧迫感がありますが、子供は外しか見ていないので気にしない。スクエアウィンドウのおかげで外はかなり見やすいですね。大好きな働く車がよく見えることでしょう。後席からのインテリア前景です。横一直線のモニターが印象的、というかそれしか印象に残らないですね。コンセプトカーがそのまま実車になったみたいですね。すごい。でも実はホンダさん、昔4代目のプレリュードとかでもこういった斬新なインパネルデザインやってたんですよ。さあ、このチャンネルの本文は子育てチャンネル、恒例のチャイルドシートの使い勝手をダンディチェック。というかこの車でチャイルドシート乗せて撮影してるのも私ぐらいじゃないですかね。開口幅が大きいのはいいですね。後席が狭いので、チャイルドシートの操作、赤ちゃんの乗り降りは正直やりづらいです。また座面の割にルーフが低いので頭も使いがち。ドア幅は小さいので、かなり狭い場所での乗り降りはしやすいかもしれません。フロントシートに設置すれば話は別ですが、エアバッグの構造上、乳児をフロントに搭乗させることは法律で禁止されています。はい、続いて前席チェック。フロントのドアノブも格納式、キーを持って近づけば自動でポップアップします。サッシュレスなので、なんというか開放感がありますね。ドア内張りのテイストは後席と全く同じ、グレーのファブリックにブラウンステッチ。上下の質感が違うのもいいですよね。前景はこんな感じです。じゃあ乗り込みましょう。イグニッションとかいう概念はこの車にはありません。ドアを閉じればシステムが自動で起動します。
エアコンも勝手についてくれました。真夏にこれは感動ものですね。最初に目を引くのは、というかこれしか目に入りません。超ワイドモニター 12.31 のワイド液晶が2枚、1枚のメーターモニター、2枚の6インチのサイドミラーモニター、デジタルインナーミラー、合計6つのモニターが並んでいます。もうこれ頑張れば車内でデイトレードとかできそうですよね。デジタルミラーやモニター機能については後の試乗編でご紹介しますね。水平基調のデザインが横に広く、もはや助手席と運転席の隔たりを感じさせません。ウッド調のパネルがカフェのカウンターみたいでとってもおしゃれ、女性受けも良さそうですよね。そういえばエアバッグどこに仕込んでるんでしょうかね。あ、ここですね。すごいですね。エアコンの操作ユニットはあえて外出しなデザイン、これもレトロフィーチャーですね。シートヒーターも完備です。ダイヤルのクリック感もコチコチと気持ちのいいものです。コンソールアンダーには 12V のシガー電源、 AC100V 電源、 USB が2つと HDMI 端子があります。ここには引き出し式のカップホルダーもあります。取っ手が革なのが洒落てますね。で、ホンダさんなのでシフト類は電子スイッチ式、後ろにはアクセルだけでブレーキ操作もできるワンペダルモードボタン、ドライブモード、電動パーキング、ブレーキホールド類のスイッチが配置されています。さらに後ろにはドリンクホルダー、仕切りの板があります。この価格ならアームレスト欲しいとこですね。シフトがこの位置にあってもウォークスルーで移動ができるのはボタン式の特権ですよね。シフトノブがあったらお尻に刺さっちゃいますからね。ステアリングは細身の2スポーク、上下にピアノブラックパーツがあしらわれていて凝った造形です。スイッチ類は左側がインフォメーション系、右が運転支援系、右下にステアリングヒーター。チルとテレスコは手動です。マジか。シートポジションもまさかの手動タイプ。きっと軽量化のためなんでしょうね。シート座り心地は表面は柔らかいけど座るとちょっと硬い感じ。アクセルペダルは吊り下げ式です。ではポジションチェックもしてみましょう。ペダル位置は両足を閉じて伸ばした時に右足がブレーキペダルに位置しているので、とっさの時に確実に踏み込める比較的いい位置ですね。で、ハンドル軸は、体の中心から少し左にずれています。アームレストもないので長時間運転は結構きつそうですね。モニターの表示は真ん中が速度計、左にモード表示や警告灯、右にバッテリー関連ですね。詳しい表示は後編でお伝えします。運転席からの後方視界です。Cピラーが太めなので特別よくはありません。でもこの車には電化の宝刀、サイドカメラとデジタルインナーミラーがありますからね、死角はありません。Aピラーは意外にも存在感があります。お得意のハイテンション鋼材とか使ってないんでしょうかね。よく見るとフロントガラスには細い熱線が張り巡らされています。見えるかな？オーバーヘッドコンソールにはデジタルインナーミラー、マップランプ類はすべて LED です。この車にもサングラスホルダーがない。センターには緊急時 SOS およびメンテナンスコールボタンがあります。はい、いかがでしたでしょうか。電気自動車ホンダ E、エクステリア、インテリア編をお届けしました。レトロフィーチャーなカフェのようなリビング空間。若い世代もシニア世代もそれぞれワクワクするポイントがあったのではないでしょうか。インターフェースやデザイン、メーカーについても魅力満載な車ですが、居住性を最大に、メーカーを最小にする、いわゆるマンマキシマム、メカミニマムというホンダさんの DNA 的思想がちょっと感じられない車でした。それゆえに子育てのシーンでは正直使い物にならなそうです。まあもちろん4歳以上のお子さんがいるご家庭であれば、このパッケージングでもファミリーカーとして使えなくはないと思いますね。男に生まれたからにはお父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてほしいですね。このチャンネルではお父さん視点でのカーレビューや乳幼児期の子育てに関連する情報を配信しています。ぜひチャンネル登録いただき、素敵なダディを一緒に目指していきましょう。次回は試乗編です。コンセプトカーのような魅力満載のこのホンダ E、 乗り心地はどんなものなんでしょうか。それでは全国の新米お父さんお母さん、今日も一日お疲れ様でした。次回の動画でお会いいたしましょう。バイビー。